適正インコのピコちゃんの便検査ですね。今素やたしたうんちをちょっと取ってあったかい生理食塩水と混ぜて、まあ、今400倍に拡大してみてます。そんなにこれでわからないんやけど、この辺に細菌がいるんですけど、まあ別にそんなに動きは悪くないですね。それで、ね、あちょっとうんちがあんまり取れてないか、もうちょっと見えてるけど、まあジアルジア、それから何だったっけな、トリコモナスという原虫はいなさそうです。さあちょっと待ってください。うんちの量がちょっと少ないから、うんちっぽいとこ、ここでちょっと拡大してみてもらえる、よいしょ、よいしょ、はい、これは別に寄生虫っぽいのないね。ただこっちのなかったな。これで見ようか。ここで今100倍です。でまた400倍にちょっと拡大してみます。うん、腸内細菌層もこれではそんな悪くない、から原虫見ないと思います。倍率をちょっと100倍、この40倍に下げています。それでこう線虫の卵、海虫とかね、微小線虫の卵があったりすると見つけられますけど、いなさそうですね。寄生虫ら卵はないと思います。はい、次未消化反応。未消化反応はこれやっぱもう一回やった方がいいな、今度した時に。うんちが少なすぎて。あった。あ、未消化反応はちょっと黒っぽく見えるんだけど、ちょっと未消化反応はありそうですね。はい。ちょっとうんちの量が少ない。ちょっとわかり。と言って今度めちゃくちゃ多いってことも困るけど。これは脂肪の未消化反応を見ますけど、これは赤く見えますけど、そういう脂肪の未消化反応はないと思いますね。はい、じゃあ結論から言うと、原虫、ジアジアトリコモナスはいないか、寄生虫の卵、海虫とかの線虫類の寄生虫の卵もない、ただ、腸内細菌層もまあまあ、だけど未消化反応がちょっとあるということですね。はい、以上です。